今日の日付は2月の28日2018年ライトボディアクティベーション66日目です。姿勢ですが、いつものように可能な限り長く、姿勢ですよ。姿勢ですね。すいません、間違えました。呼吸です。呼吸はいつものように長く、ゆっくりと深く、360度風船状に広がるように、特に背中、背面側ですね。を意識して、内側か外側に広がるように、呼吸を続けてください。ポスチャーですが、膝、両膝ですね。両方の膝と、尾骨をつなげた底辺三角形の中心から、柱を立てて、体をやや前向き、前倒しにして、柱に、額がこう、ちょうど当たるぐらい、で、背中はまっすぐに伸ばしたまま、顎はやや上向きに、頭はぐるっと左側、引っ張られてる感じ、上に伸びてる感じ、下にも伸びてる感じで、まあ姿勢をきれいに保ってください。反応ですが、肉体的な反応、感覚的な反応、皮膚感覚とか体内の感覚とかありますが、気持ちのいいもの、安心できるもの、暖かいとか暑いとか涼しいとかクールな感じは、その中に浸っても構いませんが、逆のもの、重たくなる、縮む、体がこうキュッとなる系の反応のは痛いとか、その手のものは可能な限りスルーしてください。で、重たい系、縮まる系の反応が起きたら、体を緩める、リラックスさせる、伸ばす、気にしない。そういう意識を遠くのところで離して、体を、客観的、達観する、客観的に眺める。どちらにしても動いて変わっていくものなので執着しない、手放しちゃって単純にこう移動していくのをこう眺めてください。で、感情的な反応とか考えの反応もありますが、もう可能な限りも執着しない。でもすでに始まってますが、今回頭ぶっ飛んじゃう人いるかもしれませんね、これね。最初からいきなり飛んじゃってますけど、私頭、第7チャクラのとこですね。上部、人によっては、右脳のところですね。ちょっと痛みが走るかもしれません。で、頭白くなっちゃって飛んじゃった場合、もうあんまり考えない方がいいです。で、戻るべきというときに戻ってくるので、あまり気にしない。で、録音、まあ、録音してありますので、後で聞かれてくださいということで、意識が飛んでも気にしない。もうそのまま飛んじゃったまま、で、大丈夫だと思います。ごめんなさいね。で、今回はちょっと違いますね。これ、一日おきに、頭系で、次の日が体系で、次の日が頭系で、一日おきになってますけど、今日は頭がメインの日みたいですね。ということで、右脳のちょっと半ば、頭ちょっと痛い感じがするかもしれませんが、もうこれ飛んじゃった方が早いかもしれませんね、皆さんね。とにかく気にしない、スルーする、あんまり頑張って、でこう意識を保つっている必要はないと思います。で、背面ですね、背骨の左側のハートの裏、ちょっと下の方ぐらいですかね、ちょっと違和感ある方はマスミ伸ばしてください。で、呼吸は可能な限りゆっくりと、顎関節ですね、顎の周辺、特に左の顎の後ろ側っていうんですかね、緊張している方は可能な限り伸ばす、緩める。で、頭の上のクリアリングが気持ちいいすぎて飛んじゃっても大丈夫ですと。
で、頭全体がこうぐーっとこう、なんていうんですかね、整骨、整体されるような感じが起きるかもしれませんが、気にしない。とにかく緩める。で、耳、首の上部ですね。クリアリングの感覚が強くなっていくと思います。とにかくもう気にしない。緩める。で、縦の軸ですね。体の縦軸、光の柱の縦軸を意識して、それに綺麗に並んでいる感じ、整列してる感じを保ってください。おててマークですが、右手だけですね、握り拳を作って、人差し指は伸ばし、親指は上向きに、人差し指は横向きに。で、それでハートの上の方ですね、ハートと鎖骨の間に当てておいて、しばらくその状態でいてください。で、特に頭全体リラックス。ちょっと頭の上の方こう、頭痛に似てますけど、もう気にしない。とにかくもうリラックス。で、鼻の房の奥の方ですね、のとこでも始まるかもしれません。だから肝臓と胆のうのエリア、横隔膜右側の下ですね、のところでも反応が起きるかもしれません。とにかく気にせずまっすぐに。で、ハートの裏側よりのちょっと下の方ですね、ささくれみたいな感じが出てくるかもしれませんが、気にしない。で、全体的にリラックス。左の肩の背面ですね、肩甲骨の上の方、鎖骨の後ろ側っていうんですかね、無可能な限りリラックス。で、胴体下半分ですね。あばらの下、上腹の両脇ですね。でもクリアリングの反応が強くなっていくと思います。で、膝ですよね。人によってはちょっとぐーっと軽い痛みのようなものが走るかもしれません。膝のお皿の内側のような感じ。とにかくリラックス、コントロールしない。ほどく緩める。呼吸は長く、ゆっくりと、深く膨らむように風船状に。膝のお皿の下の方ですね、のとこでも反応が始まるかもしれません。で、足の首から足先でも、クリアリング、もしくは人によってはちょっとこう、低音やけど、みたいなクリアリングが起きるかもしれないですね。とにかく気にしない。
目ですね。目がちょっと目尻の方ですね、特に。涙じゃないと思いますか。なんか水っぽくなるっていうか、何かこう、液状のものがこう出てこようとするかもしれないです。で、呼吸はゆっくりと。反応がきつい場合は、呼吸もしくは気持ちのいい感覚のところに意識を合わせて、なんとか通り抜けてください。で、胸椎上部ですね。リラックス。頭ちょっと痛く、軽く頭痛っぽい感じで外すかもしれませんが、気にしない。人によってはちょっと ドキドキじゃなくて、ドクンドクンとするようなのが体の奥の方で始まるかもしれません。またハートの周辺ですね、主に左側ですが、熱い冷たい、やっぱり低温やけどみたいな感じが始まるかもしれないです。とにかく気にしない。で、呼吸は長く、深く、バルーン状に。で、頭の上のまず、つっぽいものも気にしない。ぐーっと締まるような感じが入るかもしれませんが、気持ちのいいところに意識を合わせ続けてください。手はまだそのままで、首の上部ですね、背面リラックス、頭がこう全体にぐーっと矯正されるような感じが起きるかもしれませんが、気にしない。ちょっと頭の全体ドクドクとあとキンドキン感出てくるかもしれませんが、やっぱり呼吸はゆっくりリラックス。で、首の下側背面ですね。
頸椎の下の方ですね。はい、リラックス。で、ドキドキ感が来ても気にしない、スルーしてください。頭の上の方ですね。もうとにかくリラックス。で、ハートのところですね、縮まらないように膨らます、広げる。右側はちょっと冷たい感じが強くなるかもしれないです。で、体全体リラックス。首全体、頭も全体的にリラックス。太ももですね。あの内側、まあ、そう、股関節の外側とかでも反応が起きるかもしれませんが、なんか気にしない。
で、背中もリラックス。お手手マークが変わりましたね。左手で握り拳を作って、ハートのやや上のところですね。で、その上に右手を手のひら下向きに、T の字セクションで置いてください。この時に肘を下げない、指先から肘までまっすぐに平行になっている状態でいてください。ですね、背骨の状態があまりよろしくない方、ちょっと動かしてみるといいかもしれませんね。今とってもほどけてる状態みたいな、ちょっと動かしたりポキポキっては、整列する部分になってるかもしれないです。で、肩ですね、クリアリングちょっときつい感じになってますが、気にしない。左の鎖骨のドガワの奥っていうんですかね。とにかくリラックス。で、胸全体もリラッ
く。ちょっと人によってはちょっとこうきつい感じがするかもしれませんね、今日ね。とにかく、もう慣れるか気にしない。右側の肩甲骨の内側ですね、可能な限り緩めてください。だいぶちょっと温まった、暖かくなり始めましたね。はい、とにかくリラックス、お手手の位置は変わっていません。首の周辺、首筋、首の上部ですね、リラックス。頸椎上部と頭蓋の接続が頭の後ろの辺ですね、可能な限りリラックス。で、体が、頭の方がこう、なんとなく動きたいかな的な時に止めない、とにかく緩める、任せちゃう、手放しちゃうと、ちょっと場合によってはこうキジキジといってこう微妙にこう動いていく場合もあり得ます。で、頭の違和感も気にしない。
アルファセンタウリー、そうかもしれませんね、このきつさは。一人じゃないかもしれませんね。あとでまたよく見てみます。で、頭の上の方をリラックス。肩甲骨右側の外側っていうんですかね、片側、ちょっとかゆくなったりしたかもしれませんが、気にしない。横隔膜、左の下ですね、膵臓、脾臓の周辺です。可能な限りリラックスしてください。人によってはかゆくなるかもしれない。で、頭は脳上に伸びた状態で、縦軸を意識してください。で、ゆっくり落ち着いた呼吸を続けてください。足のくるぶし外側とかでも温かい感覚がこう出てくるかもしれないです。で、足、太ももの左、膝の近くとか、ぐっと重たくなるかもしれませんが、だるくなったら重たくなったりするかもしれませんが、とにかくもうスルースルー、反応が起きたら力を抜く、リラックス。手放す、ほどく、ゆるめる。ドキドキ感が通り過ぎていっても気にしない。
はい、お手でマーク変わってますね。左手の手首って、握り拳をと、取ってってか、落としてリラックスして、右手はそのまま。なぜか、右手は肩をまっすぐに上げて、指先から肘をまっすぐにして、さあ、骨のちょっと下ぐらいですね。で、この時に肩が、こう、落ちすぎない、前に行かない、後ろに行きすぎない。で、首の下の方ですね、右首筋の首筋下、鎖骨の近くリラックス。で、縦にまっすぐ意識追求、縦の柱ですね。で、縦に行くと、反ってる状態。で、お尻ですね。肛門のところも涼しい感じが出てくるかもしれないで、左顎の周辺ですね、クリアグリーンが冷たい感じが強くなるかもしれませんが、よくリラックス。首の周り、首縦と首の縦軸と鎖骨横並びの横軸がきれいに整列、十字型にきれいになっているのです。首と頭、鎖骨の並びを、もう徹底的にリラックス、まっすぐ、整列してます。とてもマーク変わってませんね。まだその状態でいってます。背骨全体がこう違和感がこう強い方は、ちょっと動かしてみる、ストレッチしてみる、もしくは回して、回旋してみる、ちょっと伸ばす、緩める意識を合わせてください。Thank you.
顎はやや上向き、はい、お手手下ろして構いません。ちょっと待ってくださいね。今手、はい、手ではゆっくり膝の上に置いとくなり、もしくは手首を骨盤の盛り上がってるところに当てる場合は親指と人差し指で輪っかを作ってください。で、肩ですね、リラックス、左の肩関節の周辺、鎖骨の周辺、リラックス。首の上部も徹底的にリラックス、緩めるで、動く感じの時はもう自分で止めない、任せちゃう、どんどん動いてくださいと。縦軸ですね、頭のてっぺんからお尾骨、足の先までまっすぐな光の柱を意識して、でもうそこにどん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 まとまりますと、整列します。で、頭の上ですね、だいぶこう楽になってきましたね。
で、頭徹底的にリラックス。背骨もリラックス。はい、右手ですね。右手を、指先は上向きに。で、これはきついですよね。バラの、横隔膜のとこですね。ハートの下のところに。片手だけ。両手じゃないの。片手だけでそうです。右手だけ。まず、合掌をして、その合掌を指先上向きを、あばらの下のところに置いてください。そして、左手を外す。ちょっと右手ちょっと苦しいかもしれませんが、しばらくその状態でいてください。で、背骨もリラックス。ドキドキ感が上がっても気持ちいいんだ。胸部ですね、上半身全体、奥の方でこうドキンドキンな感じが出てる方いるかもしれませんが、もうスルーしてください。もう慣れちゃう。進めば進む、やればやるほど反応が遠くなっていくっていうか、薄くなっていくので、反応が強い方は、まあ、最初に何度もやられるか、個人セッションください。例えばこうリラックス。で、ゲップ、しゃっくり、あくび、咳、鼻水、唾液、涙、いろんなもので出てこようとしないかすると思いますが、もうとにかく止めない、もうガンガン出しちゃってください。もう少しですね。はい。お手で指先を上げてる状態からまっすぐに横に、平行に、あばらのところに、平行に置いてください。で、お手での、はい。真ん中ではなく、親指の付け根のところが、膵臓のところっていうんですかね。左半身の、左半身、横隔膜並び左半身のところに、手首から指先が入ってる感じ。で、しばらくその状態でいてください。
唇の右、左か。左側ですね。ちょっと反応出るかもしれません。なんかこう、麻痺した感じ的なに出てくるかもしれませんが、気にしない。だいぶ落ち着いてきましたね。頭の痛いのもどんどん薄くなってますし、だいぶまとまってると思います。ということで、ですね、とりあえず75日目まで、いつも毎日やってるサンディエゴの方の75という数字が来てたので、75までやってみます。で、それでやってみてからまた考えますということで、まあ、それではまた明日。